サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日のマッチはマンチェスター対マドリー、この模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。マンチェスター対マドリー、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。どうだこのシュート、決まった、先制マドリー。マドリーいきなりの先制ゴール、早速来ましたね。素晴らしいワンツーからのゴールでしたね、マドリー。そうですね、まあ、このワンツー出してと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。シュートこれまたすぐに追いついちゃうんですよね。マンチェスター、今日は動きのあるゲームですね。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。よく取り返しましたね。このまま行けば流れ変わりますね。スペースへ出す、あ、道が出来ましたよ。シュート、勝ち越しマドリー。マドリーこのゴールで勝ち越し。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。さあマドリー、勝利に向けて一本抜け出しました。モドリッチからカルバハル、モドリッチからトニクロース。さあカウンターのチャンスになります。取れましたよ。トニクロース。ムヒタリアン。サイドを使います。ルカクからショウ。抜けてくる。ポグバ、この試合アシストを記録しています。マンチェスターとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。シュート来た、追いついたマンチェスター。マンチェスター再び同点。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね、なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。なるほど。さあマンチェスター再び追いついています。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきている結果なんですよね。そうですね。さあ右へ預けてリンガード、緩いボール、これは繋がりません。クロスを上げる、頭触れた、バルセロナから大きく縦へ、スルーパス、打ち上げた、なんと止めた。カルバハルから縦へのボール、ムヒタリアンからポグバ、素晴らしいパス、ホールドでこのパス、シュート、勝ち越しマンチェスター。試合をひっくり返しますマンチェスター。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。
厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、うん、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど、今日2点目のゴールです。さあマンチェスター、ここでリードを奪いました。裏を狙っていきます。置きましたよ、デヘア、大きく前線へ、トニクロース、イスコ、マティッチ、ムヒタリアン、縦へのボール、ムヒタリアンから緩いフィードボール、いいボール入りますよ。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。失点の後怒涛の攻撃。さあまずは前半が終わりました。前半からすごい試合展開になりましたね、はい、いや試合の流れって恐ろしいですよね、うん、このまま追加点が生まれるのか、また再逆転あるのか、はい、こちらに試合後半も非常シュート北斗天マドリー、またまた同点、なんという展開、スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね今みたいなところは、はい、ギリギリの攻めぎ合いでしたよね。そうですね、今日のゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。そうですね、それを確実にものに、シュート来た、勝ち越しマンチェスター、マンチェスター勝ち越し、一歩リードです。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。素晴らしいハットトリックです。さあマンチェスター待望の1点をもぎ取っています。マドリー、先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪った時にはまずこの選手に出せばいいので、ええ、気が楽な分もあると思いますけどもね、うん、前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずシュート同点、いや動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ勝敗の、ミドル、いやいい反応でしたね北澤さん。いやいい反応でしたね、よく触りましたね本当に。いけるか。さあカウンタースピードを上げたいところ、ビシアのロナウドからアーチのようなパス、抜けた勝負のシーン、フリーだ、どうだ、シュートこぼれたところ押し込む、決まった、勝ち越し、マドリー、マドリーゲームをひっくり返します。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。さあマドリー1点をリードしてリスタート。
いや止まらないですよね、この勢い。何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、こうもプラスに働くチームなんですよね。マンチェスターとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。クリスティアーノ・ロナウドからイスコ、マルセロ、トニクロース、さあベイル、コーナーキックになります。スペースへ足元を狙う、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。クロスが上がる、シュート、触る、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。イスコ、さあここでカウンター、サイドのスペースを使います。ああいいボールだ、ヘディングチェスター、先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね、うん、そうですね。マンチェスター、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。カウンターを仕掛けていきます。イスコ、長いボール縦へ、ふわっとしたボール、シュート、決まった、追加点、マドリー、マドリー突き放します。落ち着いています、素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。キーパーの動きを見てどう動いてくるのか、イメージを沸かせて狙ってきましたよね。正確なタッチが要求されるシュートでしたけどもね、うまかったですね。さあマドリー、これはもうダメ押しゴール、ここで笛です。6対4、マンチェスター、非常に拮抗した試合展開だったんですが惜しくも逆転負け。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。マンチェスターとしては自分たちのスタイルが今日は見えにくいゲームになって、
皆さんこんばんは。本日はマンチェスター対マドリー、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。マンチェスター対マドリー、どういった立ち上がりになるんでしょうか。マンチェスター、ここクリアで難を逃れます。抜けてくる低いボール、長いボールを送ります。ルカク、ロングフィードで狙う、チャンス越えた、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。マティッチ、ショウ、ポグバ、組み立てながら攻め上がっていく。ムヒタリアンからこのフィードパス、ムヒタリアンからのパスは通りませんでした。とこれはつながりません。ポグバ、さあここでカウンター、どうだこのパス、チャンス抜けた、シュートもあります、シュート決まった、先制マンチェスター。さあまずは先制、これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。さあマドリー、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚めるいいパスになったんじゃないでしょうかね。長いボール縦へ、ルカクから左へ、ルーズボール、裏を狙っていきます。これはつながりません。ルカクからムヒタリアン、素早いパスで攻め上がっていきます。残ってまだキーパー、素晴らしいセービングです。ないですね。セルヒオラモス、スルーパス、ルカク、おっとルーズボール、ルカク、シュート、まだある、どうだ、これ仕掛けるか、シュート、いや今のは北澤さん本当によく触りましたね。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。このピンチよく防ぎました。リスコ、これはカット、マティッチ、サイドを使う、いいボールですね。激しいボールの奪い合い、これファール、カードをもらうかもしれません。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。バナナ、今のは注意だけだったようですね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところでしょうね。セットプレーのチャンスが続きます。さあ誰に合わせてくるか。長いボール縦へ、ここはすぐ奪い返します。マドリー、クリスティアーノ・ロナウドからベイル、クリスティアーノ・ロナウドからベイル、
マドリーとしては突破できませんでしたけどもね、はい、蹴ればチャンスでしたからね。そうですね、今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね、はい、なるほど。これはなかなかこじ開けられない。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。ふわっと裏を狙うムヒタリアンからショウ、クロスが上がる、サイドへすぐ上げる、イソからターテのボール、さらに点差が開いています。ルカク、いやよく反応しましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。さあマンチェスター、さらに1点を追加。シュート、デヘア、これは素晴らしい反応でした。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。好セーブを見せました。デヘア、フリーで受ける、マティッチ、チャレンジはしません。後ろに流す、セルギオラモスから左サイド、おっといいボールでしょう。マルセロ、いい展開ですね。収まった、フリーだ、自分で行く、ここで上、前半が終わりました。いやこの2点目はね、うん、この終わるんじゃないかなというところでのね追加点でしたからね、はい、そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだすっぴり同性ですからね、後半期待したいですね。マンチェスター2対0とリードして後半へと向かいます。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。上げる、頭防いだ、イスコ、モドリッチ、一人で持ち上がっていく、モドリッチからクリスティアーノ・ロナウド、素晴らしい連携、ルーズボール、モドリッチ、トニクロース、トニクロースからモドリッチ、ムヒタリアン、緩く狙ったボール、浮かせたボール、渡ります、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。マドリー、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。今のカウンターは危なかったですよね。こんなチキタシュート、詰めてきた、こぼれたところ押し込む、来た、追加点、マンチェスター、点差は3点、試合が決まってしまうのか。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。さあマンチェスター、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。サイドを縦に走らせます、来た、来た、ツーゾーン、クリスティアーノ・ロナウド、あと少し、今のは惜しいシーンでした。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。モドリッチから大きく縦へパスをつなげます、あっとこれはワンツー、素晴らしいパス、フリーだ、マドリー奪い返します、
マンチェスター堅いディフェンス、ミキタリアン、さあカウンターを仕掛けます。マドリーとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってても点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ふわっとしたボール、モドリッチ、縦へのボール。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。マンチェスターとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して。シュート。マドリー2本目のコーナーキック。カルバハルからトリクロース。マドリーとしては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどね。なるほど。リンガード右サイドを上がっていきます。裏のスペースを狙う、コーナーキック。マンチェスターとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。頭で来た、鉄壁。これはキーパーのいい対応、ここで見せてくれました。マンチェスター、今日3本目のコーナーです。いいですね、狙っていきましたね。この姿勢が大事ですよね。ヘディング来た、追加点、マンチェスター。マンチェスターさらに突き放します。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今日2点目のゴールです。さあマンチェスター、現在圧倒的な強さを見せています。セルギオ・ラモスからクリスティアーノ・ロナウド、マルシャン、モドリッチ、クリスティアーノ・ロナウド、これはよく止めました。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。この難しいボールによく触りました。デヘア、ロナウド、ここはつながりません。ポグバ、マティッチ、スペース出ましたね。いいボールだ、抜けてくる、トニクロース、イスコ、カウンターを仕掛けます。これは来た、裏へのスルーパス、スペースへ出す、オフサイドですね。最後ダイレクトで入れてきましたけども、アイディアは良かったでしたね。ベンゼマ、ベンゼマからセルギオ・ラモス、これ入りましたよ。さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。いや期待したいですよね、一緒の一発。
ベンゼマのシュート。おっと、ゴールラインを割ったところで長い笛。4対0。マンチェスター大勝を収めました。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？マンチェスターとしては、皆さんこんばんは。本日の試合はマンチェスター対マドリー、この試合の模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。マンチェスター対マドリー、この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。さあボールはムヒタリアンへ。ボール入りましたよ。大きく縦へ、少しルーズになる。組み立てながら攻め上がっていく。この柔らかいパース、コーナーキック。マンチェスターとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。左へ預けて、マティッチからのフィードボール、前線にボールを送ります。サイドを縦に走らせます。上がる。ディフェンダー集中力いいですよ。これは繋がりません。裏を狙ってシュート、いやマンチェスター。さあまずは先制。ルカク、北澤さん、これうまくマークを外しました。シュート、デヘア、これはよく止めました。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。デヘア、スルーパスを出す。緩いボール、このボールはつながりません。よーた、シュートだ。ボールが上がる。弾かれましたがコーナーキックのチャンスになります。マンチェスター2本目のコーナー、
マドリー、これまで1本。さあ左サイドへショー、ここで前を向けるか。長いボールを送ります。クリスティアーノ・ロナウドからこのフィードパス、柔らかいパス。あ、これファー取らないですか、レフリー。リンガード、ムヒタリアンからスペースに出る、上げてくる、どうだ。これは合わせたかったですよね。トニクロース、ロナウド、マルセロ、モドリッチ、モドリッチからマルセロ、マルセロから左へ、コーナーキックのチャンスです。マドリー2本目のコーナーキック、これはワンツー、チャンスを演出できるか。パスをつなげます、ロナウド、シュート、これはわずかに右でした。さあつながるか。さあカウンターを仕掛けます、裏へのスルーパス、モドリッチ、ここは対応します。ルカク、さあカウンタースピードを上げたいところ、ね、サイドのスペースを使いますが通りませんでした。したボール、シュート、おー決まった、追いついた。素晴らしいプレーでしたよね。マドリー、ここでスコアを同点にします。いいですね、この展開、動いてますね。ただ今の得点いかがご覧になりますか。いや、しっかりタイミング合わせて見事なボレーだったと思いますよ。マンチェスター、いや勝ち越し、マンチェスター勝ち越しのゴール決めています。最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。さあマンチェスター勝利に向けて1本抜け出しました。トニクロース、中切り込む形、縦へのボール。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。差は1ゴール。いや、北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね、はい、次の1点がこの試合のポイントになりますよ。なるほど。マンチェスターとしては今のところリードしてますけど、点も入れられてますから、まだまだ油断は禁物ですよ。マンチェスター、前半終わって2対1リードで折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。さあカウンターのチャンスになります。柔らかいボール、これはつながりませんでした。ショー、イースコックからベイル、ルーズボール、サイドを縦に走らせます。
かいパス回し、この柔らかいパス、トニクロースからマルセロ、中はマイスイル、これ仕掛けるか、素晴らしいパス、ここはすぐ奪い返します。マドリー、これは人に対して厳しくいってますよね。ここはファールです。ポグバ、マドリーとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えているんでしょうね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね、まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。ゆるく狙ったボール、わずかに合いませんでした。緩いボール、フリーで受ける、さあどうする、収まった、フリーだ、これ狙いましたね。トニクロース、クリスティアーノ・ロナウドから緩いフィードボール、この位置で受ける、抜けてくる、スルーパスを出す、コーナーキックになります。マドリー3本目のコーナーになります。ティアノ・ロナウドからトニクロース、どうする、縦にボールを入れます。マドリーとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。クリスティアノ・ロナウド、サイドのスペースへ走らせる、スモーリング、リンガード、アーチのようなパス、このボールはカットされます。裏のスペースへシュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。マンチェスター、決定的なチャンスを収めることができませんでした。柔らかいボール、カウンターを仕掛けていきます。このスルーパスは通りません。ワット裏を狙う、おっと、いいボールでしょ、シュート、マドリー完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。マドリー今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ボール、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですからね。裏のスペースを狙う、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。クリスティアーノ・ロナウドからベンゼマ、マドリーここでファールをもらいます。直接狙える位置ですが、どうでしょう、決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです。直接、ファインセーブです。直接でしたが止めます。
いい反応を見せましたよね、キーパー、ね、キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。はい、サイドのスペースを使います。いいボール入りますよ。アウトまで来た、防ぐ。大きく前線に入れます。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。さあルカク、この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。モドリッチからクリスティアーノ・ロナウド、パス。イースコックからベンゼマ、こぼれてますよ。マルシャ、カウンターを仕掛けます。ゆるく狙ったボール、マンチェスターとしてはここで笛です。2対1、マンチェスターなんとか1点差で勝ちました。さあゲームは終わりました。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。